皆さんおはようございます。カトエルです。今日も一日回想をやっていきます。よろしくお願いします。今日なんですけど、前回に引き続き脱衣所とトイレと玄関の方を進めていこうと思います。まず今黒い紙を切ってると思うんですけど、これは玄関の方の基礎部分ができたので壁に貼ってセメント張りにするので、その下地を作っていこうと思います。これまでの動画見ていただけている方は手順わかってると思うんですけど、セメントで壁を仕上げるときは黒い紙を貼って、その上に網を貼って、そこに1回目セメントを塗ってから2回目仕上げでセメントを塗るという手順でやっています。はい、次はトイレの窓をやっていこうと思います。この窓の内側にもう一枚すりガラスの窓が入ってたんですけど、それは岩風呂の方に移植して使っているので、この外側の窓も外して新しくいただいた窓を入れていこうと思います。この上下に入ってる木枠を外すと、だいたい新しく入れる窓の大きさと同じぐらいになるので、木枠を外して窓の大きさに合わせて入れていこうと思います。はい、ということでちょっとどんな感じになるのか一回試して入れてみたいと思います。今自分が動画を撮影しながらじいちゃんに材を切ってもらっているんですけど、こんな感じで材に対して丸ノコが結構浮いた状態で、材に対して刃を入れてしまうという状態が続いていて、じいちゃん自身平衡感覚と材に丸ノコを押し当てる力がなくなってることに不安を感じていて、このまま丸ノコを使っていると怪我することも考えられて、少し自分も怖いので、これからは自分が率先して丸ノコの作業をやっていこうと思ってます。はい、それでは本番ですね。窓を入れて固定していきたいと思います。
はい、こんな感じで窓が入りました。いかがでしょうか。この窓もいらないという方にいただき物なので、お金が一切かかっていません。はい、次は窓を入れて開いた左側の部分をもう壁にしちゃうので塞いでいこうと思います。とりあえずこんな感じで簡易的な鍵もトイレなのでつけておきました。扉自体と今後もう一回新しく作って取り替えようとは思っているんですが、今は一旦これで我慢したいと思います。はい、それでは次はこんな感じでもともと入ってた漆喰の部分をどんどん壊していきたいと思います。トイレの中の内装はいつものあのお得意のセメント張りになります。またここもセメント張りになるので、さっきと同様黒い紙を貼ってセメント張りにする準備をしておきます。はい、ここでちょっと休憩がてら畑に生えてる野菜たちの面倒を見たいと思います。畑仕事が趣味のばあちゃんがだいたい11種類ぐらいの野菜たちを勝手に植えていったので、私は毎日水やりをしていろんな管理をしています。こっちにも畑があって毎日たくさんの野菜たちを管理します。はい、それでは次は脱衣所の方をやっていこうと思います。脱衣所の壁なんですけど、玄関とトイレと同じようにセメント張りになる予定なので、また壁をどんどん作っていこうと思います。
はい、ということで脱衣所どんな感じになったかちょっと途中経過で見ていこうと思います。こんな感じでドアもついて、そして壁はこんな感じで、いらないベニヤと家を壊した時に出た材を再利用して壁を作っています。ここも黒い紙を貼って、この後網を貼ってセメントを塗っていく手順になります。結構広いですね。全然脱衣所としては余裕あると思います。で、ここの扉を開けると、まあこの前作った岩風呂があるので、ここから岩風呂毎日入れるようになると思います。で、ここ配管2つ立ち上げて水道2つあるので、左側に洗濯機、右側に洗面台ですね、作っていこうと思います。Why am I looking at you?